ダイアネティックスとサイエントロジーの実践活動として行われるカウンセリングの一種のことである。オーディティングに使われるイメーターこの言葉がこの意味で一般に知られるようになったのは1950年にエルロン・ハバードの著書ダイアネティックスが米国で出版されてからである。オーディティングの原理、手法、手順はハバード個人が独自に体系化したもの。 ダイアネティクスについては、ダイアネティクスも参照。オーディティングを与える人のことを、オーディターと呼び、受ける人のことを、プリクリアーと呼ぶ。オーディティングでは、プリクリアーに対して、助言や忠告を行うのではなく、プリクリアーが、自分の問題や、自分自身を直視することによって、自分で答えを見つける、よう手助けするのである。したがって、オーディターが、このように行動すべきだ。 そのような考え方をしてはいけないといったことをプリクリアーに言うことは全くない。一定の手順を繰り返すうちにプリクリアーが自分自身や人生や世界についての新たな認識を得て自分の問題への答えを見つけより有能になり新たな視点で人生に立ち向かっていけるようにするとダイアネティックスは主張している。一方でオーディティングは 心理学を土台としたカウンセリングとはその原理や手法や手順が全く異なるため効果を疑問視する声もある。しかし一方では心理学そのものが多種学派に分派し現在においても様々な主張がなされているのが現状であり心理学でありながら心における統一された明確な定義が存在せず治療方法についても確立されているわけではない。 オーディティングを受けることと与えることは、ダイアネティックスとサイエントロジーにおける最も重要な実践活動である。オーディティングを与えるには、理論的、技術的なトレーニングを受けて、それぞれの段階にふさわしい資格を取得しなければならない。オーディティングの基本的なパターンは、オーディターが一定の手順に従って、プリクリアーに質問をし、プリクリアーが、その質問に答え、 オーディターがその答えに耳を傾け、答えを受け取ったことを、プリクリアーに示す返事をする、というものである。オーディティングで用いられる手順や質問は、主題によって様々なものがあるが、原則的には、段階に沿って、基本的なものから、上級レベルへと進んでいくように設計されている。これらの手順や質問は、ほとんどのものが出版され公開されているが、一部の、 上級レベルのものだけは非公開であり、そのレベルに達したものしか読むことができない。オーディターがオーディティングを与える際は、オーディターの規律を守らなければならず、その規律の中には、プリクリアーが疲れている時や、睡眠不足の時や空腹を感じている時や食事が十分でない時には、オーディティングを与えてはいけない。オーディティングで知ることになった。 プリクリアーについてのデータを他者に公言してはいけない。プリクリアーの言うことを否定したり評価したりしてはいけないというような内容の項目も含まれている。ハバードはこれらの規律を守ることをオーディターに厳しく要求している。オーディターはオーディティングを行っている間、自分が尋ねた質問へのプリクリアーの答えや反応を紙に記録しておき、後にそれをケース監督者と呼ばれる。 オーディティング技術の上級専門家にレポートとして提出する。ケース監督者は毎回それをチェックして、オーディティングが正しい手順で行われているか、どれほどの効果が現れているのか、などを判断する。ワークシートを、オーディター自身やケース監督者以外の人間が見ることはできない。オーディティングの効果は、事前と事後に行われるテストによっても判断される。 ありがとうございます。